信たける戦は、はい、なんか結構勝利予想でも、はい、いろんなところで言ってるんだけど、はい、判定までいったらたける選手が勝って、はい、1ラウンドとかで俺は天心決めるんじゃないかなと思ってるんですよね。あー、うん、なるほど。たける選手ってさ、スロースターターじゃん。いつも1ラウンド目硬くない？まあその感じはありますね、うん、そこでなんか精度とスピードがすごい天心の何かが入ると思うんだよね。はいはいはい。1ラウンド勝利を予想してるのよ。はい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 。逆にどういう感じなの、うん、判定で勝とうとしてるの。まあパターンは3つぐらい考えてて、うん、もちろん最初から仕掛けようかなっていうのはあるんですけど、うん、でもやっぱり癖とかも相当、まあ、あるし、穴があるのってどちらかというと僕か武尊選手がどっちが穴があるかって言ったら、うん、武尊選手の方があるんですよ。まあ穴というかなんていうかな、もらってるよね、よく顔に。そうですそうです、うん、はい、なんでそこをうまくついてっていう、まあ、作戦は何パターンか用意してる。でもめちゃめちゃタフな印象あるな。そうですね、うん、あとなんかパワーが武尊選手の方がすごそう。はい。なんかその威力ありますね、一撃の、はい、でもスピードとかは全然天心の方が速いし、そうなんですよ。だからどこの距離でパワーが強いとか、この距離でパワーが弱いっていう、そういうのも全部見てやってるんで、2人の戦いをさ、はい、左右するのってさ、タイミングだと思うんだよね。なんかマクレーガーも言ってるけど、はい、パワーとスピードをタイミングが上回るっていうじゃん。はい、言いますね。でパワーを持ってるのは武尊選手で、スピードは天心で、はい、だからどっちがタイミングをよく合わせるかだと思う、最後は。そうですね。実力的にそのテクニック的には差があるかなっていうふうには思ってたけど、これぐちゃぐちゃにしたら武分からんぞっていうイメージが俺も湧いてきた。まあパワーで言えば武の方があるでしょうからね。うん、やっぱ回転も速いやんか、パンチの。だからこれ分からん。ルーからしたら長いラウンドです、ね、やっぱ3回だったら天心のスピードで5ポイントアウトされる可能性高いじゃないですか、うん、長いラウンドだったら絶対スピードになれるじゃないですか、うん、で相手のスピードも落ちてくるし、うん、そうなったらスピードを維持するのは一番難しいから、そうなって後半捕まえられるようになったら、多分1ラウンドとかではこう武尊のローキックとかなかなか距離合わないと思うんですよ、うんうん、でも後半になっていけば合ってくると思うんですよ。長い5ラウンドになっていけばタケルの KO もありますと俺は思ってますけどね。俺タケル君ともね YouTube で一緒に共演したことあるんですけど、うん、彼は彼でね本当にすごいファイターでいい選手なんですけど、やっぱり那須川天心とやったら那須川天心の方が分があるんじゃないかと思いますね。やっぱりねタケルもすごいファイターで打ち合えば強いんですけど、うん、その分タケルの方がスピードにも勝ってるし、うんうん、タケルの方がちょっとねやっぱり、うん、不利じゃないか、那須川天心の方が有利じゃないかと思います。じゃあ技術的にはまあ問題はないけど、うん、タケルさんの方がちょっと試合的にはそうですね、体重が多分タケル君の方が少し重い感じですよね。だから天心のパンチをどれだけ耐えられるかっていうのもあるんですけど、でもスピード技術的にはやっぱり天心の方が上と思います、うんうん、もう俺もマジぶっちゃけ天心が勝つがもうタケルが勝つかもあれだけど、俺は普通にタケルが勝つと思うんですね最近。あ、はい、なるほど。もう勝敗予想としては勝敗予想なんか持ってんのかなって思いましたね。前のレオナ戦もいたし、年がちょっと離れてるじゃないですか、はい、年関係ないって思うかもしれないですけど、その何年の年ってめちゃくちゃ俺でかいのかなと思いますね。その何年でずっとタケル選手は経験を支えてきたじゃないですか。経験値は俺が武尊選手の方が上かなと思いますね。その目に見えないもの経験値ですね、うん、しかもそのずっとトップで引っ張ってきたわけじゃないですか、はい、そこの7年の差は相当じゃないですか。なるほど。そうですね、まあ、ざっくり言うと僕は天心が勝つと思うんですよね。あとは天心が負けちゃいけないと思うんですよね。これまあ理由がやっぱりキックボクシングで無敗でボクシングに行くっていう、まあ、彼の人生のストーリーがあると思うんですね。ここでタケルに負けてボクシングに行くってなるとボクシング業界からもいやタケルに負けた選手でしょうということになってしまうし、まあ、期待がちょっと半分以上薄れてしまうと思うんですね。ただタケルの方が気持ちが強いですよね。強いですよね。気持ちやばいですね。だから、まあ、延長というか、まあ、長くなればなるほどタケルの方が有利なんじゃないかっていう人もいるんですけど、
ただそれをね捕まえられさせないように天心はやるんじゃないかなと思うのと、あとはタケルがやっぱりサウスポー、どちらかというとねあのサウスポー苦手な方だと思うし、まっすぐのパンチ結構もらうんで、サウスポーからの左のストレート結構もらいつつ飛び膝蹴りが来るんじゃないかなと思うんですね。タケルが天心を KO するっていうのがあんまり浮かばないんですよね。逆に一発入って意識を飛ばしてタケルが立ちたい戦いたいけども戦えないっていう感じもするんですよね。まあね、俺の予想で言うとやる体重にももちろんよるけど、まずは俺の予想ね、俺の予想から言うと普通にタケルは勝つ。これはね俺もずっと前から言ってる。やっぱりね何キロでやるかにもちろんよるんだけど、何キロにやったとしてもやっぱりね60キロの世界の相手とか日本の強い相手、例えばあのレオマ君とかをもうあんだけバコンスって失神させるパワー、あんだけのパンチ力を持ってるっていうのはやっぱ相当強い。70キロの選手とかもあのパンチもらったら多分倒れると思うんだよね。やっぱそこはね圧倒的圧力、まあだからそこを天心君の テクニックでどういう風にこうやって動くかっていうところあったにせよ、まあまくるかなと。で村越が、ね、この時にやった時みたいな動きで多分やりづらい感じではなると思うけど、結局前に出て距離潰して倒すのは俺はタケルかなと。俺距離を潰されてそれテクニックで翻弄されるってのはまあ見えないかな。でもそのフィジカルの対決で言えばタケル選手かなっていうのは思ってて、まあ、天心選手が上回ってるのは、まあ、スピードテクニックで、あとはまあ当て感がすごいあるなって思ってて、目がいいんで、まあ、なかなか簡単には当てられない、天心選手には攻撃当てることは難しいなって思ってて、あとは、まあ、俺がその天心選手やった時はこれ別に効く感じないなと思ったんです、攻撃もらって。でもその実際やっぱやってみて、天心選手の攻撃をタケル選手がもらった時に効くのか効かないのかで状況がまた変わってくるんですよ。なるほどなるほど。それもらってもあ全然平気だわっていうあのタケル選手の感じだったら もっとあの自信持って前蹴るじゃないですか、そうすると状況も変わってくるから。なるほどね。まあでもそのやっぱりスタミナフィジカル面とかのことを考えると、ラウンド後半行けば武尊選手有利かなって思うんですよ。でやっぱ序盤は、まあ、その武尊選手のペースにはならないかなって思ってて、